はい、じゃあよろしくお願いします。今回は中学校2年生の参考書の式の計算の特訓のページですね、それの大問1の方の解説をやっていきます。なので、まあ問題載ってるんですが、そちらのね参考書見ながらぜひチェックしてみてください。じゃあ早速いきましょう。まず1番 3x-x+4 ですね。で、今回はまあ計算特訓なので、まあね、その名の通り計算の問題いっぱいやっていくんですが、ひとまずもう大事なことは、文字がくっついてるものとくっついてないものを計算しないでねっていう、それだけです。だから今回これは 3x、 これ x くっついてます。で、マイナス x、 x くっついてるからここは計算ができる。で、マイナス x っていうのはマイナス1が隠れてるので、3とマイナス1くっつけると2ですよね。だからこれは 2x になります。で、たまに x がくっつくんで x2 乗とかっていきたくなるんですけど、x 同士で計算をしているので x です、答えを。で、あとプラス4がいるから、それもちゃんと書いてあげて、これで丸になります。この後間違ってもこれ2と4足して 6x にしないように気をつけてください。で、次2番これですね。で、これのミスりやすいところは、両方 x、 まあ、x2 乗とね x なんで、両方 x 使ってるから、あ、計算いけるんじゃねって感じがするんですけど、これも x2 乗のグループと x のグループは別です、足し算引き算の時は。だからここに関しては 2x2 乗、これとマイナス 3x2 乗、これが計算できます。 x2 乗グループなんでね。で、2とマイナス3くっつけるとマイナス1なんで、ただ文字の前の1は書いちゃいけないから、マイナス x2 乗でプラス 5x をくっつけてあげて、これで丸です。この後計算しちゃダメです、その後はね。で、次カッコ出てきました。まあ1年生の時にもねカッコやってますけど、この2をまず配ります。 3x とマイナス 4y に掛け算でね。で、掛け算で配ると 2×3 なんで 6x で、配るとマイナス 8y ですね。で、後ろもマイナス5をこことここに配ります。だからマイナス 5x とプラス 10y で、 x 同士をくっつけて y 同士をくっつければいいから、こことここくっつけると1なんで x ですね、文字の前の1は書かないと。で、マイナス8とプラス10だからプラス 2y、 これで丸になります。で、次は掛け算なので、掛け算の時は文字がねグループとか関係ないです、足し算引き算みたいに関係なくって、まず数字だけ暗算しましょう。掛け算 2×-3 やるとマイナス6です。で、x が2個あるよね、 x と x をかけて2個掛け算をするから x×x で x の2乗になります。で、 y は1個だけだからこうなってマイナス 6x2y と、これで丸になります。で、今回みたいに、まあ、足し算引き算、加法ね、原本のとこと掛け算とかが混ざってくると、どうしてもちょっとルールがごちゃごちゃしやすくなるんですが、ここをねちょっと整理してもらえたらと思います、頭の中でね。で、同じような感じで割り算いきましょう。で、慣れてきたらね暗算でやってもらえたらいいかなと思うんですけど、まず数字からマイナス12割る4なので暗算してマイナス3です。で、まず暗算っていうかのやり方でいきます。 x1 つです。で、割る x なんで x を1つ消してねって言ってるから x なくなります、 x 割る x でね。で、 y の方は y の2乗2個あって y を1個消してねって言ってるから y が1個残ってこうなります、答えは。でも、ちゃんと書くんだったら、で、あの数字も含めてね、まあ、答えと合わせるようにちゃんと書くんだったら、割り算の後ろって、まあ、ひっくり返すことができる。で、自分はよくやるのが、分数を書いて、割り算の後ろのものを分母に持ってきてねって。その回答に書いてる通りに、ひっくり返すから、これ 4xy 分の1なのね。だから、ちょっとこっち書くよ。こういう状態なの。割り算を掛け算に変えると、後ろがひっくり返るからさ。で、このマイナス 12xy の2乗ってなってて、数字を約分するとマイナス3ですよねって。x が一つ一つだから約分で消えちゃいますよねって。
Y が上は2個あって下が1個ある。だから1個分約分すると1個減って1つだけ残りますよねって。だからマイナス 3Y と、ちょっとマイナス3書いておこうか。こいつとこれが残るからね。こうなるんですが、暗算できそうなとこはやるといいです。ただ、他の難しい問題の時とかにこの考え方が必要になることもあるので、こうなってるからこうなんだよね。ってとこも覚えてもらえると、他に活かせるかなと思います。で、次はまた括弧の前に数字があるから配りましょう。5X、そのまま書きます。で、マイナス2分の1をこれとこれに配る。で、今回ちょっと暗算しちゃいますけど、マイナス2分の1と6をかけて約分すると3が残るんで、マイナス 3x。マイナス2分の1とマイナス4を約分すると、プラス2が残ります。で、プラス 2y。これ約分しただけ。で、あとは x 同士。ここだけ計算ができるので、2x で残ってるプラス 2y。こうなります。これは足し算だから x と y は別々ね。そこを計算しちゃダメです。掛け算と割り算は、ね、関係ないんですけど。で、次がこれ。指数が入ってますね、2乗が。で、指数があるので先にこれから処理します。で、こいつ。カッコの外に2乗があるので、カッコ丸ごと2つ掛けてるんです。つまりちゃんと書くと、マイナス 4y。これを2回かけてるんです。これの意味はね。だから計算すると下入るから。四四16で、16。で、y2 回かけてるから、y の2乗。16y2 乗になります。この部分は。で、それと2分の 1x をかけると、まず数字から。2分の1と16。約分すると8が残る。で、x が1つ、y が2つかけてるから、xy の2乗と。これで終了です。で、ラスト。まあ長いけどね、カッコの前にマイナスがあるだけなので、まず、最初、カッコくっつけたんですが、最初にあるカッコ、別に前に何もないからね。その時は、そのまんま外しちゃっていいです。だから中身そのまま出しちゃって OK。で、後ろはマイナスがあるんで、マイナス、まあマイナス1なんだけど、本当は。を配ります。で、配る、マイナスを配るっていうのは、中身の符号が全部変わるんです。マイナス1かけると符号変わるからね、全部ね。だから、ここがマイナス 2x。ここがプラス 5y。で、ここがプラス4になる。イコールだね。で、これを計算、入るね。計算すると、x 同士足すと、マイナス x。で、マイナス 5y とプラス 5y は、マイナス5とプラス5で消えてしまうので、ここは何も残りません。たまに y が残るって思っちゃう子がいるんですけど、0y になるんで、0y は0だからね、消えてしまいます。で、プラス3とプラス4足すと、プラス7。なので、これで終了となります。いいかな？なので、まあ、今回に関しては、足し算引き算の時は、その同じ文字しか計算できませんよって、こっちとかもそうだね。で、掛け算割り算の時は、こういう風に計算できますよっていう、そこの違いが、整理できればいいなと思っておりますので、ね、こんな感じでぜひやってみてください。では、今回はね、中学校2年生の式の計算の特訓の大問1番の方の解説をやっていきました。今回もね、ここまでご視聴いただき、本当にありがとうございました。で、丸2番じゃねえや、大問2番か、の方のね、動画も撮っておりますし、他のものも撮っておりますので、もしよかったらそちらの方もご視聴ください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。